新年明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。今年も1年間よろしくお願いいたします。じゃじゃん、ね、新年一発目っていうことで、まあ、福袋ちょっと開けてみようかなと思って一つ買ってきてみましたよ。でね、価格は1万円、これがね1万円の福袋で、でまあね2018年に人気の出たルアー一つは必ず入っているよっていうことで、どんな感じか早速開けていきたいと思います。まあね、ちょっとどうだろう、結構ね大きめな、なんか塊みたいなのを感じるし、じゃあね早速開けていきたいと思いますよ。1万円だからいくらぐらいの入ってるかな。まずはまずは、あ、なに、帽子、入っていた。これは R だから、レイドジャパン、あ、レイドジャパンの帽子ですね。あ、レイドジャパンの帽子が入っていました。福袋にね帽子が入っていたというのは初めてなので、ちょっと、びっくりしましたが、まあ R ね、はい、レイドジャパン系のものが多いのかな、この福袋は。で、これはデカダッチ、ね、あ、目玉のねルアーが入ってるよっていうことで、あ、でもね欲しかった、漆黒カラーね。おー、これはねちょっと上がりますね。で、おっ、終了。あー、まあデカダッチがねちょっと高いのかな。でもね5200円で、レイドジャパン帽子これもね5200円っていうことで、合わせるとまあ1万と400円分1万円の福袋買ったら入っていました。どうだこれ、どうだ、あー、そうですかって感じかな。まあね、これはねほんとね買いづらいルアーではあると思うんで、まあまあまあもちろん嬉しいですけども、でまあ帽子、まあ帽子ってかぶるかぶらないってあるからな、できればなんかルアーとかワームの方がちょっとかなってのが、まあ、正直な感想ですが、あ、まあ、ただね、本当去年ね、まあ、釣り具屋さんには結構足しげく通ったんですけども、一回もね売ってることを見かけなかった。でね、ついにちょっと最後まで買うことができなかったデカダッチ、ね、の黒色カラー、これが入っていたんで、嬉しいです。これはどうだ、感触としてはねちょっとやられたかなっていう感触が若干あります。まあ、頑張ってね今年1年間投げて、ね、デカバス釣れればいいなということで、福袋開封動画、レイドジャパン福袋だよっていうのを買ったらね、1万円の福袋を買ったら、1万400円分の、レイドジャパングッズが入っておりました。あんまり服じゃねえんじゃねえかなと思う。まあいいや、はい、じゃあ、はい、ということで釣り子TV でした。